フアンバンデルアメンから1631年3月28日はスペインの画家である。生物画を得意とし、スペイン独自の生物画の展開に重要な役割を果たした。マドリードで生まれた。父親のジワンバンデア・ハメンはフランドル人の宮廷の役人、軍人で1586年以前にブリュッセルからマドリードに移ってきた人物である。 画家でもあったとする説もあるがその証拠はない。母親のドロデア・ウィットマン・ゴーメズ・デ・レオンはトレドの名家の出身であった。作家になった二人の兄弟はスペインの出身を強調するために祖母の姓、ゴーメズ・デ・レオン、またはその一部のレオンを用いた。フェリペ2世の宮廷で働くようになり、画家としての仕事もするようになった。1615年には、 マドリードで結婚しており、それまでにマドリードの宮廷画家たちに学び、修行を終えて画家として認められるようになったと考えられている。1619年にエルパルドの宮殿ために描いた生物画が残されている。1631年に35歳で亡くなるまで、フェリペ3世、フェリペ4世の下で働き、生物画、宗教画、肖像画など様々な絵画を描いた。 1623年にフェリペ4世付きの宮廷画家となったディエンゴベラスケスと同時期の画家である。作品はプラド博物館などに収蔵されている。ありがとうございます。